お疲れ、お疲れ様です。今からちょっと夕飯のなんかおかずを買いに行きますけど、その間だけラジオでちょっとだけ、なんか非公開らしいよ。非公開裁判なんだって、だから裁判所に何らかの圧力がかかった可能性がある、興味ねえんだったら来るなよな。興味あるやつだけこれいいんだから、お前はバカか、あと、ネタないのかってあるじゃん、非公開って。いや運命の裁判だよ、非公開とかできるんだ。なんかね、裁判長がね、その裁判の担当してる裁判長のな裁量で、その非公開にすることもできるらしい。だから何らかの、その裁判長も、これは公開するべきじゃないって、でなんかね、しかも唐津じゃないらしいんだよ。唐津の裁判所じゃなくて、佐賀地方裁判所だから、佐賀で一番大きい裁判所でやるんだと思う、いやあのね、俺裁判とかねあんまり詳しくないけど、立花隆ウォッチしてたじゃん。立花隆の裁判っていうのは、まあ、いろんなところでやるんだけど、東京とかだと警備法廷っていうところでやるんだよ。なんか何丸何号室っていうのは何番だったか忘れたけど、警備法廷っていうのがあって、そのなんか裁判中に、そのなんか暴動じゃないけど、なんか暴力的な行動を起こすような人が傍聴に来る可能性があったりだとか、まあちょっと危険、まあ例えばさ、オウム真理教とかの裁判とかさ、そういうちょっと訳ありな裁判とかは警備法廷っていうのがあって、だから多分裁判長が警備法廷でやるか非公開でやるかで悩んだんじゃないかなって。いや非公開らしい。だから春日さんが昨日ぐらいからなんかやたらいきり立ってツイートしてるのは、それをそれで喜んでるんじゃないかなっていう。渚とか、渚が包丁を持っていく可能性もあるし、今九州の方はねスポンサー探してるんだけど、スポンサーが見つからない。飛行機はもう取っちゃったんだけどね。誰にも聞かれない安心感、でしかもさ、裁判資料とかもネット上で見られるわけじゃないから、その九州リスナーが直接その多分裁判所に閲覧しに行かなきゃ多分見られないんだよね。勝って昨日ロスカットされたよ、しかも全力でやって。信号はオワコンじゃないよ、まだこれから始まるんだよ。今なんかタッキーがもし事務所に誘ってくれたら、タッキーズジュニアになるとかってなんか言い出してるよ。もうジャニーズには未練ないって、タッキーがジャニーズにいないんだったらもう俺はタッキーズジュニアになる準備はできてるって、朝からいきり倒してるよずっと。どうしよう、助けてあげてくれよって、助けてあげたいんだけどな。
多分反省してないわな、うん、反省してないってことは戦うってことだよな。でも戦う弁護士から説得とかされないのかな普通。春井さん、タッキーズジュニアじゃなくてヌマップだったらな、特待生でいけるのにな。あれヌマップはね、そのポンちゃんとかさ、そのサダさんとかいろいろいるけど、奇抜な人。やっぱりセンターはね、花がないとダメだから、あの二人は花がありすぎるから、ちょっと花っていうか個性的すぎる、あの偏ってる、なんていうかな、そのイケメンにもいろいろさ、イケメンっていうかなんつうの、いろいろ種類があるじゃん。そのちょっとガチムチ系、あのなんつうの、ガテン系のイケメンだったりとか、なんかホスト系のイケメンだったりだとか、なんかまあそのイケメンでもさ、そのベクトルあるんだけどさ、ちょっとベクトルが偏りすぎてるから、センター任せるにはちょっと不安なんだやっぱり。その点春井さんはバランスがいいから、すごい、そのヌマップとして、ヌマップのメンバー、あのリーダーになるにはね、リーダーっていうかセンター取るには、やっぱりね、うん、センター行ってほしいよね。例えばロハコさんがいても、ジンギスカンがいても、やっぱりなんかちょっとみんなさ、悪が強すぎるから、そのやっぱり好みのタイプとかってあるじゃん。スマップの中でも香取慎吾みたいな、あのちょっと背も高くてああいう感じが好きっていう人もいれば、なんかゴロちゃんみたいな人が好きとか、まあいろいろあるじゃん。ゴロちゃんって、慎吾くんの方がいいじゃん、慎吾くんって、関じゃないよ、香取くんの方がいいじゃんとかさ、かそういうのあるじゃん。なんか誰がどっからどう見てもみたいな、そういうやっぱりさ、鼻のあるセンターが必要だと思うんだよね。なんか上から見ても下から見てもみたいな。いや、ストロング買いに行くんじゃなくて、俺今から夕飯のなんかおかず探しに行く。なんか安い冷凍のカラスガレーとか、なんか魚のホイル焼きしたいから、なんか消化の良さそうな。いや、九州行かないのかって、九州はそれじゃなくても行きたいんだけど、もう飛行機取っちゃったからね、行きたいんだけどスポンサーがつかない。誰かいませんかね、スポンサーになってくれる方。鮭か、なんか鮭が安けりゃいいんだけどな、なんか安いやつ探す。ノルウェーサーモンとかあるかな。スポンサー特典によってはなってもいいかな。いや、もうそうだったらもうちょっと生電話とかするよ。あとなんか九州でリクエストとかあったら、それ言う通りやる。まあそれがやれてたらね、あの矢部くん怒らせることもなかったんだけどね。いろいろ、まあ、要求はされてないけど、ああしませんか、こうしませんかって提案されたけど、それがめんどくさくてちょっと相手を怒らせてしまったっていう。いや、別に渚ちゃんの分まで出せって言ってるわけじゃないよ。俺の分出せってこと。出せじゃなくて出してくださいっていう。いや、ブライアンさんあれから連絡ないもん。だってこっちからかけるのもなんかちょっと忍びないが、もうちょっとスーパー着いたから終わっていいかい。誰かスポンサーになってくれる方いらっしゃいませんか、お客様の中で。うん、ケピありがとう。
有罪かな、やっぱり。でもはい、今年のサンマまずい、じゃあサンマやめとくわ。あ、くまさんありがとうございます。九州行くなよって、だからもうでも飛行機のチケット買っちゃったから、あ、あとな、行きたいじゃん一回ぐらい九州。飛行機代ね、2人で8500円、5600円ぐらいだったかな。でもキャンセル効かないから。で、渚がチケット代出さないしな、全然。なんか言い訳つけて、ふわっちの収入入ってからとか、凪今お金ないのとか。安い。だってもう、だってチケット頼んだの2ヶ月ぐらい前でしょ。早め早めで先手打ってったから。そしたら非公開だって。だから行っても、その本人たちが来ないのはおろか、その中にも入れないんだって。ニート鈴木に送ってもらったって、2人で電車で行ったんだよあれ。しかもあの10万はフィリピンパブで取られたから、全部もうほとんど。期日買えるよ、まあ、ちょっと待って、俺買い物してくるから、また15分後ぐらいね、うん、一回終わるね。